あいつこんなこと言ってました、はい、リターンズ。今週からタイトル戻りました、はい、なんだこれ。おい改め、あいつこんなこと言ってました、リターンズです。はい、というわけでテレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話してたことをチクってもらう企画でございます。はい、はい、だから皆さんもいろんなところにねアンテナ張って教えてほしいなと思っております、はい、うん、私ちょっと忙しいもんで、ラジオネームボッキングボッキソン私のオナペット AKB48 が総選挙を華々しく行っている裏で、世界の鉄人室伏広治名人がハンマー投げ日本選手権において前人未到20連覇を成し遂げました、うん、すげえなおい、うん、総選挙では眉毛が1位になったけど、その眉毛がちょうど20歳だぞ。お前何回ハンマー投げのセンター取ったら気が済むんだもう勘弁してやってくれよ、次の世代にバトン渡してやってくれよ。 AKB だったら気まずさからちゃんと卒業して次の世代にチャンス与えるのに、お前本当に大人げない。あんまり言うと自宅にハンマー打ち込まれたら怖いからこれぐらいでやめときます。これ言うと、はい、お父さんの室伏さん、はい、お父さんの室伏さんも10連覇とかしてるからね、だからもうハンマー投げの世界なんて30年ぐらい室伏しか優勝しないの。すごい血ですね。30年ってすごいよ。すごいですよ。独裁も独裁だよ、はい、ねえ、いや考えられない、進歩していかなそうな、衰えないもんなんですね。衰えないんだね。だって室伏広治なんて俺と同級生だからね。あ、そうなんですか。よく飲むけど、えそういう関係もあるんですか。やっぱり、はいはい、若いよ。あ、室伏さん、うん、飲む、まだ飲みます。飲むね、やっぱ量違う。へえ、お父さん、お父さん日本の人だけど、お母さんあの外国のスペインかどっかの人だけど、はいはい、やっぱその血もあるんだろうね。違うんですね。すごい飲むよどういうよく食べるしね。ああ、それでもいいって言いますけどね、うん、うん、席と同じぐらい食べるんじゃない。あれ僕なかなかですよなあ。はい、いや俺室伏言うんだ、お前席みたいだなっつって。あ、言ってくれてるんすか。やめてください、やめろよなんて言うけどね。ってことは室伏さんが少なからず僕のこと知ってくれてる。あ、ありがとう。あれ見せて、 YouTube で席の動き見せて席って言うんだっつって再生回数が上がってる気がするんですけど、うん、あ、だから翔英も同級生だけど、翔英とだから室伏と行くともう結構すごいよ。はあ、もう席のこと好きな、なんで呼んでくんないんすか俺そこ呼んでくれたら行くのにな。そりゃ21位だよお前すごい、そりゃそうだよ。仕事積んでたらな。俺もいない間にそんな名前売れてんだ。ごめんな、山本は人気ない最下位ですから最下位の方がなんか全く出ないですか僕その場で。全然ね、見せるんだけどやっぱその携帯壊されちゃうんだよ。山本僕も見せる振りましてハンマーとなんか 塩と油で絶対見せないでくださいね。じゃあですよ、もうラジオネームチェーンギャング完全無欠の少子化対策こと歌手のひとみさんが今週4日に3年ぶり3度目の結婚をしたそうです、うん、ひとみさんは2002年に7歳年上と結婚するも2007年に離婚、うん、2008年に再婚し女の子出産するも2011年に離婚。何何、38にもなってできこ、うん、どんだけゆるゆるなんだよ。だらしねえなまた妊娠ヌードやるんすか。3年以内に離婚するんすか教えてください、ひとみ姉さんおいいじゃないですか、うんうんうん、非常にいいですよ、うんうん、ひとみさん、うん、で俺は好きじゃないけどね好きじゃないけどいいじゃん。いやまあまあまあ、いやまあまあまあ、綺麗でしたよ、あのマタニティヌードも。はい、マタニティヌードお前好きなのか。マタニティヌード見てお前綺麗だなと思う。綺麗でした、はい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 、ちょっと警察に連絡して。嘘でしょ、やばい人でしょ。綺麗じゃなかったですか。やばいでしょ。女子にも勇気与えたりとか。お前そ、いやそういうのじゃなくてなんかね、彫刻の綺麗のと一緒ですよ。そのいやちょっと妊婦さんの裸見て浴場するってちょっと怖いもの感じるな俺。いや自分でも今ちょっとびっくりしますけど、そうだ、はいはいはい、浴場な、これが果たして浴場なのかどうかっていうのはやっぱあれ神聖なものだからさ、逆に見れないというかさ人の奥さんの妊婦ヌードなんてさ、やっぱ俺もう一瞬でも目に入ったら閉じちゃうよねいや僕は人のだからあえて興奮とは違うんですよ、それだけ信じてください。興奮じゃないですよ。これはちょっとトップリードに続いてちょっと犯罪者にトップリードはもう激しいロリコン
お前はなんか妊婦に浴場するんだろ。いやもう初回でより犯罪の匂いがする。いや初回で変な母乳とかお前ネットで買ってんじゃねえだろ。そこお前その一線を超えてね。それ売ってるんすか逆に。いや売ってんじゃないか。何でも売ってっからな今。何でもあるんすね。いやいやもうお母さんもすら僕は魅力で育ちましたから。だからそうあるんじゃない逆に母乳当たり前ってことですか。まあ今になって恋しくなってる。お前ちょっと怖い。いや、つけたくの変なの嫌だな、もう。でも認めると楽になることもあるよ、多分。いや、初回大事なんですよ、変な。ネットで母乳買ってるっていうことでいいな、いやいや、俺やべすぎる。キャッチコピーできたじゃん。ちょっとやばすぎますって、俺。今まで何もなかったんだからさ。本当にね、いや、俺、な、確かにキャラクターないって言われてたんですよ、ずっと。うん、頑張れ、半袖とか、短パンとかのイメージ分かりますけど、デブとか。俺、ネットで母乳やばいっすって。いや、やばいからないやばい、いや、やばいですって。やばくない、かわいいやん。だって、誰が、かわいいじゃん、誰がセルンすか、俺と。翔英。翔英さん、そう。俺、翔英さんのセルンなんだ。あれ、好きってたんだ。ケチオネーム3って。有吉さん、スリムな半行人こと神田うのさんが2歳の娘が書きましたというくだらない設定でクソブログ更新してまいりました。グランとグランマとママと小うのの3人でランチしたのよ。女子3人だから女子会かしら。グランマもママも小うのも、みんなうさぎ年なのよ。だから女子会じゃなくてぴょんぴょん会ね。ぴょんぴょん会大好き by 小うのかな小うのかな。お嬢ちゃんおじさんお嬢ちゃんか、お嬢ちゃん、おじさん、ママと大事な話があるから、ちょっと向こうで遊んでくれる？おい、団子っぱらごら、今までいろんなクソブログ読んできたけどよ、やっぱお前のクソブログが一番つまんねえわ。まず娘が書いたって設定自体クソつまんねえし、グランマとか、子うのとか知らねえし、んで極めつけがぴょんぴょんかいな、うん。39歳のパンストババアが生み出した言葉だと思うと、とりあえず止まんねえわ。プロデュースつけうさぎ飛びで香港まで飛んでけみかんもついてんの。こんなことしてたんだよ。ニコイチ。1回ブレイク。